岡山県立湯気高等学校は岡山県久米郡久米南町にあった県立の全日制高等学校。1948年に開校した後、2010年4月に津山工業高校と再編統合され、2012年3月に閉校した。これにより、久米郡内から高等学校が消滅した。なお、跡地は岡山県立誕生寺支援学校湯気高地として、 活用されている。国道53号から見た、湯気高等学校校訓は、今日は責任、勤労。教育方針は、下記の通り。1949年4月以降、当時の高知にあった三本の大木のようにいつまでも、若々しく大きく成長発展を続けるようにと、時脇の葉三枚を組み、中央に、日本の国家である桜の花を収め、 高の字を入れたものが用いられていた。作詞は鳥越強し、作曲は安藤貞成による。歌詞は三番まであり、それぞれ平和の風に明け渡る、大空高くなりいずる、学ぶも共に隔てなくで始まり、歓喜に胸の血は踊る、開く強度のほがらかさ、七つの海の果てまでもで終わる。楽譜には元気に力強くおおらかにと記されている。 火星化の時代から校内外で活動。交通安全マスコット配りは1975年から平行年まで続けられ、2005年に三崎警察署から全校表彰が2006年には岡山県警察から感謝状が授与された。また、1995年に岡山県で開かれた全国高等学校家庭クラブ研究発表大会でも活躍した。 誕生寺支援学校との交流、栄養委員との交流、文化祭クッキー作り、針リ養、一人暮らしの高齢者への年賀状送付、卒業式の胸花作りなども言っていた。FFJ に加盟し、農業をはじめとする幅広い産業分野で活躍できる資質を身につける、用児的、自発的な活動を行っていた。特に測量競技については、FFJ の県大会、 全国大会で優秀な成績を収めていた。1989年には、全国大会の測量競技で最優秀賞、文部大臣奨励賞。1991年には、測量競技で最優秀賞、文部大臣奨励賞を獲得したほか、1990年には、農業鑑定競技で優秀賞。 1993年、1995年、1997年、1998年、1999年に、1004年には、測量競技で優秀賞。1998年、2000年には、農業鑑定競技で優秀賞。1998年、1999年には、農業情報処理で優秀賞を得た。ありがとうございます。